今回紹介するのは「世界一おいしいプロの手抜き和食阿部ご飯という本です70万部のベストセラー「食品の裏側」の著者阿部司氏が15年の歳月をかけて考案したレシピ本がついに完成どうすれば手抜き料理でおいしい家庭料理が作れるか書きためた膨大なレシピノートの中から 厳選した15 0 2品を紹介。1分で美味しさ X 健康 X お手軽から和食文化を救う厳正利益ありまくりの一冊大ベストセラー食品の裏側の著者が書かれたということで手に取ってみたまず102品の中100品は本当に作りたくなるような絶妙のネーミングとからだけ。 10分という簡単手軽さが明示されているので読んだだけで終わらず実際に作ることになりそうただマーボー豆腐とちらし寿司の2品だけはまだめんどくさいと思ったただ他の100品は確かに爆速で作れそうあとよく見ると単にキャベツに自家製ソースつけるだけなのに手が止まらないまじ無限キャベツまさにドチョキュー 絶対無敵の牛丼とかネーミングされるとがぜんりたくなるあっさりサラダあ漬け家はひょっとして韻を踏んでいるのだろうか各メニューのネーミングになみなみならぬこだわりを感じた本書の中身はすぐ真似できる簡単なコツが満載ハンバーグに麹を入れるのは考えたことなかったけど確かに本当に手軽で体によく。 和風の美味しさが実現できそう今まで考えたこともなかったリアルチキンコンソメもそんなに簡単に何でも美味しくなるならぜひ使ってみたくなる作りたくなる仕掛けが至るところにしてあるのと美味しく体に良さそうなのと怠け者でも簡単に作れる感が強いのが本書の特徴だと思う本の構成は保存食ならこれ。 減塩でヘルシーに作るならこれ手軽に麺類を作りたいならこれというように実用的で使いやすいあとトップ10や5つの魔法の調味料に入れたかっただろうに優先順位を明確化するためになくなく落選した焼肉タレにもなみなみならぬ意気込みを感じた5つの魔法調味料の中5つすら私は作れませんと思ったところに 一つだけでも作るならこれと、簡単でインパクトの大きい優先順位をつけてくれているのも、めんどくさがりには助かる著者の本書執筆にかける思いと問題意識、イコール、体に良くて美味しくても、簡単でなければ作られず、和食文化自体が崩壊していっているも、共感できるところが強く、何回も読み返そうと思う。なお p 90に良い包丁や鉄のフライパンを使うメリットが紹介されていたがどうせなら良い包丁ランキングとか鉄鍋ランキングとかも入れたら良かったのにと思った和食の大家だけに次は食器や調理器具の本も出してほしいと思ったちなみに私は U 字と小屋を愛用しているがあの青紙と白紙で本当に差はあるのか うどん鍋はやはりすずやアルミよりどうがいいのかなど気になることが多い手入れ簡単。1万円以下最強調理グッズとかも先生に書いてほしいかも以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします